さあ21時になりました、ザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。ウィークエンドザランページ21時から生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。今日は絶対に1回も噛みません。お、宣言しましたね。うん、したよ。1噛みにつみ月何します。僕も噛みましたけど今ので、うん、僕は噛みますよ。言っときます。1噛みにつきどうします、リクさん。じゃあ牛丼買ってるわ。お、やった。リアルに牛1回につき1牛丼ですか。はい、ということでね、今日も生放送でやっていくんですが、はい、今日だから1月22日でしょ、うん、約1ヶ月後ですね。そうですね。2月の24日に、はい、僕たちのサードアルバム、はい、リブートがは、発売されるんですが、はい、今日はこの番組内でなんと、うん、そのアルバムのリード曲のシルバーレインが宇宙初解禁ということで、はい、やっちゃうよって話なんだよね。だから多分ね、その解禁を楽しみに今聞いてる方ほとんどだと思うんですけど、はい、が、僕多分それまでの僕らのトークはね、なんかあんまり、うん、聞いてないと思うんで、頭入んないかもしれない。ちゃんとねその容量、聞く容量を、ね、入れといてもらって、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますが、まあ、じらしていくよここはね。はい、うん、まあね、リブートね、再起動っていう意味があります。そうなんですよ、ね、もう2021年制作した僕らのね、はい、気持ちがたっぷり詰まった内容なんですけど、うん、結構今回ね、うん、特に豪華版はですね、はい、豪華版のディスクには、ライブ&ドキュメントだったりとか、うん、RMPG ピープスライブウィズユー2020ね、はい、まあ、ピープスってピープルをね省略したスラングみたいな感じで、うんうん、友人とか仲間を指す時に使うんですけど、ファンの皆さんと作り上げたライブ映像オリジナルですよ。そうなんですよ。撮り下ろしとか、はい、であとフォトブックだったり、うん、あとはねバックトゥーザランページ結成からの奇跡って言って、うん、ね、これはもう内容はまた詳しく言えないんですけど、16人で、うん、もう結成から今までの話をもう何時間ぐらいやりました。あれね、リアル 3、4時間ぐらいやりましたね。だって終わる予定よりも1時間ぐらい押したからね。押したんですよこれ。最後熱くなってね、いろいろ結構ね、うん、僕ら一人一人の思いがほんまにギュッと詰まった。うもうね、隠すことなく赤裸々に語ったからね。もうだからちょっと時効になったような話とかそれだからどこまで使われるか分かんないですよ、うん、でそれぐらい僕ら赤裸々に話して、いやでもあれは全部出すべきだと思う。俺はだって待たせてた時代があったのも事実だからね。まあまあそうですね、うん、デビューまでも時間あったしとか、そういう話もしてね、うん、とかあとね、先ほど言いましたけどフォトブックはね108ページのボリュームということで、はい、そうなんですよ。なかなかにかっこつけさせていただきました。で、はい、もちろんファーストアルバムね、ザランページね、うん、で、セカンドアルバムもありまして、うん、ライオットね、はい、サードアルバムでファースト、セカンド超えれるかなと思ったけど、今回、大丈夫です、無事超えてきました。うん、はい、それだけ言います。あのね、自信しかねえよって話なんでね。ここまで開けて大丈夫かな。メンバーも、ね、同じ気持ちだと思うんで、そういや相当かましたんじゃないかなと。まあ、あくまで感覚ですよ、はい、やってみた感覚ですけども。そうですね。でもね、そのなかなかこう悔しい思いもありつつも、うん、そこを糧に、そうですね、制作に僕らはずっとエネルギーを、ね、はい、注ぎ込んできたので、そうですね、そういった思いもね皆さんに届いてれば幸いだなというところでしょうか。だからね、まあ、いつもこうやってリリースするたびにいろんな声をいただきます、はい、今からでも間に合いますかと、ランページ、うん、今回のツアーで初めてなんですけど、うん、大丈夫ですか、私はいつでもウェルカムよ。でしょ、うん、そうなんですよ、ファミリーじゃん、はい、うん、僕らは常に手を伸ばしてます。うん、かっこいいこと言っちゃったということで、はい、まあね、そんな初めての方も今まで応援してくれてる方もですね、また今回の新しい僕らの作品チェックしていただきたいなと思います、はい、ということで今日もね、しっかり放送していきたいと思いますので、皆さんついてきてください。お願いします。ではそろそろ行きましょう。ウィークエンドザ・ランページ。お送りした曲は The Rampage from Exile Tribe で Wake Me Up でした。ウィークエンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。ということで番組終了後はね、うん、9時30分からニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行うので、皆さんぜひねチェックしてください、うん、はい、自分でスペシャルって言うぐらいから結構いい内容なんですよこれね。まあじゃなきゃ言えないよ。ということで、はい、早速じゃあこちらのコーナーに参りましょう。ウィークエンドニュース、こんばんは、ウィーケンニュースのお時間です。はい、
ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど、最近のトピックスをニュース形式でお届けします、はい、ということで本日のニュースラインナップを紹介していきましょう。ビビビ、沼にハマって聞いてみた、生出演決定。The Rampage from Exile Tribe のボーカルリクさんが1月25日に放送される NHK E テレ沼にハマって聞いてみたに生出演することが決定しました。番組のホームページには科学実験沼という文言が、書かれていますが、果たしてどのような内容になるんでしょうか。長い靴下がないとソースは女子高生おじいちゃん誕生。The Rampage from Exile Tribe リーダーのジンさんがダンスをする際に長い靴下を履いていないとそわそわしてしまうことが発覚しました。ちっちゃいニュースや。長さ的には女子高生が履くくらいのものなんですが、デザインは特にこだわりがないらしく、おじいちゃんっぽいものを履くこともあるのだそうです。さあ一個ずつ片付けていきましょうか。片付けるっていうおい流れ作業ちゃうぞこれバカはい、ということでまずは沼にハマって聞いてみた生出演おめでとうございます。ありがとうございます。125ってこれあれじゃないですか、結成日、あ、違う、デビュー日、我々のデビュー記念日ですよ。すごい、はい、はい、まあNHK のこの沼にハマって聞いてみたっていう番組に出させていただくんですけれども、はい、いろんなジャンルでこうハマってるもの、それを僕らも実際体験したりとか、おでそれに対して僕らがどんなリアクションするのか、はいはいはい、まあ、僕らの反応をこうお見せさせていただくわけなんですけども、あのね、正直ね、今まであんま見たことない番組なので、うんうんうん、出させていただくのすごく光栄なんですが、うん、すごくワクワクしちゃいます。お、はい、楽しみですね。まあ、NHK さんですからね、こういうところでしっかり貢献していって、まあ、ね、そうですね、ゆくゆく NHK さんので、ね、僕らもね、あの目標あれじゃないですか、あの頑張りましょうよあのあのもういいわ、あのしっかりと爪痕残してくるわ楽しみですね、はい、125でございます。そうですね、はい、そして女子高生おじいちゃん誕生ということで、じいさん、そうですよ、ダンス踊るときには長い靴下履いてないといけないと。なんで女子高生おじいちゃんってこれ悪くないですか、見出しタイトルが。女子高生とおじいちゃん界隈みんなに謝ってほしい、うん、重ねるものではないと思うけど、だ僕そうなんですよ、長い靴下履いてないとなんか気持ち悪くて、うん、リクさんどうですか、靴下。僕ね、あんま長いの履かない。あ、逆にね。それこそ撮影の時ぐらい。あー、なるほど。なんか僕、まあ、短パンも履かないんですけど、基本的には、うん。なんか長い靴下で締め付けられてる感がないと、うん、なんかこう、そわそわしちゃう。でミュージックビデオの現場とかでも、うん、わざわざ短いの履いちゃったなと思ったら、もうあの衣装さんに長い靴下ありますかって言って、だからだいたい多分25センチぐらいあるんかな、あるよな、もうすねの中腹ぐらいまで来るような真っ黒の靴下を僕は基本的に履いてます。なんかさ、我々今年27じゃないですか。まあそうですね。今年の夏を機に短パンも似合う男目指してみたら。いや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 。なんでかっつうとさ、夏さみんなこうスタジオとか会うじゃん。はい。でジン君絶対 T シャツは T シャツだけど、はい、長ズボンじゃん。はい。汗だくで来るじゃん。うざいうざい。いや心配になるんだよね。無理して暑い格好しなくてよくないみたいな。いやいやいや。しかも絶妙に黒いのばっか着るからさ。うん、で光吸うし。だからこれだから悪循環なんですよ。長い靴下し。踊るとき履くじゃないですか、うん、で多分もうその摩擦で靴下の摩擦で、うん、僕のその足首に近いすね毛の部分がチリチリになっちゃってるんですよ。もうだから見せれるもんじゃない人に。あんななんかね、いいね、こうちょっとダンディーな大人の人みたいな感じでもう素足でなんか靴とか履こうもんならそのチリ毛が見えちゃってるからダメなんですよ。じゃああれは染めちゃえば足の毛。外人とかみたいにさ、サッカー選手みたいな、外人の、染めちゃいなよ、外国の方のね、うん、外国の方のとか、もうだから短パン、だからその草履、サンダル、ああ、だから今年短パンとサンダルあげるわ。いやでももらったら墓には応援やんそれ。いやいや、まあ、山商風に言ったら墓には応援けどさ、いらなかったらね、もう誰か友達あげる。いやいやいや、それ申し訳ないわもうちょっと長い靴下買って、いいやつ、いいやつ長い靴下分かった。いやそうなんですよ、ちょっとね、はい、でもそういうね、こう個人的な癖というか、うん、わざわざこんな電波の上に乗せて言うような話じゃないと思うんですけど今回この2大ニュースをですね、はい、お伝えさせていただきました、はい、ということで、こんなんでいいのかな、はい、ということで以上ウィーケンニュースでした。ウィーケンド The Rampage。
リクの部屋。今日たっぷりめに尺あるらしいからな、頑張ってな。なりきってると思うけど、聞かせて、たっぷり聞かせて。いやあみんな、リクだよ。いいね。この間久しぶりに格闘ゲームやったんだけど、何の話？どうしても敵を攻撃することができなかったんだ。だって暴力は何の解決にはならないでしょ。やめろやめろそんなゲーム。それじゃあ、そんな気持ちじゃできへんわ。今日の名言を紹介するね。ゲームがかわいそうや。愛する人の欠点は愛することのできないものは真に愛してるとは言えない。バイゲーテ。あ、ゲーテってあのゲーテ。あ、でもあ、これわかりやすいかな。ゲーテ宇治。ゲーテ宇治っていう人な。僕も全く同じこと思ってた。ゲーテもジャパンでこんなこと言われてると思わへん。僕のお父さんも言ってたんだ。結婚とは妥協だよ。お父さんも同じバイブスやな。じゃあそんなことを同じバイブス持ってる。お父さん僕に言ってくれたんだ。でも妥協ってゲーテパパや。ゲーテパパ、バーバパパみたいな感じ。一見マイナスなイメージがある言葉だけど、これ僕は逆に僕のお父さんに優しさが詰まった一言だったんじゃないかなって思うんだよね。今もう言っちゃいます。僕のお父さん、僕の母ちゃんと結婚する前、母ちゃんより全然可愛い女の子といい感じだったらしいです。だけど結婚って考えた時に僕の母ちゃんだったんだって。これ僕が二十歳になりたての時にどうやったらモテるかなっていう相談を親父にした時に言われました。これ何の話これ。お父さんの過去の恋愛リクよ、聞きたいこれ。その時点でダメ、モテようとすんじゃねえよ。ああって言ってきたんだよね。かっこいいけどさ。それと同時にその母ちゃんとの結婚の裏話を教えてもらったんだ。この放送絶対僕の母ちゃん聞いてるからさ、親父仕事から帰って詰められるんだろうな。多分やめてって言われてると思うよ、多分お母さんに。これこれでも友達とかでもこうあるんじゃないですか。ね、そうだと思います。ね、欠点とか僕も欠点ありますけど、はい、愛せるんですか。それ欠点だらけですよね。いや、まあ否定はせんけど。いやでもこれはパートナーもチームメイトももう友達同士でも全部そうだと思います。その人じゃあ逆に自分に悪いとこないのっていう話なんだよね。聞かれてよ、この話なんだよねとか言われて、そこをね、ちゃんとこう受け入れて補い合うのが人ですから。あ、なるほどね。そう、はい、自分の一方的なエゴだけを押し付けるのはやめようね。そんなこと言ってるんじゃないかなって思います。おっと、そろそろお別れの時間みたいだ。そんなゆったり喋ってるからじゃない。またみんなに会えるの楽しみにしてるよって言いたいところなんだけど、もうちょい時間があるみたいだから喋っちゃおうかななんつって。いやまだ30分しかないけどな、この番組あるみたいだから喋っちゃおうかななんつって。いいよ、別にこの後時間あるから大丈夫だよ。僕はね、みんながどれだけ悲しい思いをしてようが、楽しい思いしてようが、そのどれもがあなたにとってかけがえのない宝物になったらいいんじゃないかなって思う。これ多分3秒ぐらいで伝えれるような内容じゃないですか。今20秒ぐらいかかったけど、僕のこのメッセージ、エンターテインメント、すべてはエンターテインメントなんやね、皆さんのためにある。リクの部屋で、僕はずっとずっとこの声を通してみんなにとびきりの愛を伝え続けていきたいなって思う。そろそろ閉めてってカンペ出てんねんけど、大丈夫じゃあそろそろお家に帰らないと。もっと喋りたかったけど、ここら辺で失礼ですよ。ありがとう今日たっぷり、バーイ。すっごいアグレッシブ。 Weekend. いいですね、ゼロ神でしたね。ということでここからはね、番組の新しいメールテーマ発表します、はい、まだ新曲発表しませんよ、うん、はい、去年の年末で締めのコーナーが終了しまして、はい、新たに番組のメールテーマとなるのはこちら、リブートスイッチ。
さあ来月24日にリリースとなる僕らのニューアルバムリブートにちなんだテーマでございます、はい、リブートには再起動という意味があるのですが、うん、再起動するためにはスイッチを押すことが必要不可欠です。なるほど。例えば、うん、パソコンの再起動するには電源のスイッチを押す、うん、そうだね。自分自身を再起動するには心のスイッチを押す、うんうん、みたいな感じですよ。やる気スイッチ的なね。そういうことです、うんうん、だからねこの僕らのリリースにいつもねかけてコーナー作ってくださいますけれども、うん、そこでこのテーマではあなたがスイッチを押そうか迷ってることを送ってもらい、うん、僕らがねそれを聞いてそれは本当に押すべきなのか、うん、そうでないのかっていうのをジャッジしていきます。はい。今回初回なんでいつも通りスタッフさんがリスナーさんになりきって作った例題をねこれから紹介していきますので、はい、こんな感じですっていうのかね僕皆さんは、聞いていただけたらなというふうに思います。僕、はい、今日だけで今 5神ぐらいしてるんで、はい、ちなみにじゃあリクさんから。はい、頑丈 OL マサエさん26歳女子の方ですね。夜な夜な考えたかなラジオネーム。自炊スイッチを押すべきか押さないべきか。仕事終わりに家で毎晩晩酌してるんですけど結局疲れてるのでスーパーで買ったお惣菜をつまみに飲んでいます。でも全く自炊噛んだ全く自炊しないのもなぁと悩んでいますというメールをいただいているんですけれども、まあこれは、はい、どうですか自炊してるリクさんは。自炊派は押すべきだと思うんだよね。おっていうのも、はい、まあ多分同世代ですね26歳、うんうんうん、今年26なのか今年27なのか分かんないですけども、はい、まあ同世代ということで、はいはい、まあもう20代後半に突入してきて改めて健康の大事さっていうのをすごく感じるのがねたくさんあるんですよ。確かになそう楽したい気持ちも分かるんだけど、ぜひとも簡単なところでいいからポトフとか鍋料理だったら全然切って入れて、うんうんうん、好きなこう調味料入れればできますんで、うん、節約にもなるし、ね、そうそうそうコストもいいのでぜひともやってほしいなと思います。おー、はい、なるほど。じゃあこれはスイッチは押すで押すべき。はい。あ安いなティロリノリン言うたけど、はい、はい。じゃあどんどんいきましょう。続きまして大人ガキ大将さんから。おお。寸胴鍋購入スイッチを押すべきか押さないべきか。ほうほうほう。家での生活が長くなり大好きな二郎系ラーメンを食べに行けないのが悲しいです、うん、そこで自分で作ってみようと思ったのですがやはり寸胴鍋は必須のようです。妻に相談したところあまりいい顔はされませんでした、うん、どうしたものかという感じでいただきましたけれども、うん、まあでもどうしてもねやりたいんだったら、うん、そのキッチンにしまわずもう自分の寝室にしまうと、あ、その角度こうだったらもう買ってもいいんじゃない、ね、あとねこの大人ガキ大将さんのね、うん、もうポケットマネーで買うか、うん、やっぱそこは相談なんじゃないですか一緒にね、まあ、家計のねやりくりもありますから、やりくりもありますから、はい、そこはやっぱり僕らが判断すべきではないですけど、うん、でも好きなものをね食べれるようにはなってほしいんで僕らは一応押しますけど、うん、その後行動するかどうかはまあ大人ガキ大将さん、うんに任せるという。あと奥さんの機嫌次第。奥さんだからこれはじゃあスイッチを奥さんに渡します。そうだね、そうですね、うん、じゃあここでは押さない奥さんにスイッチを奥さんの奥さんの機嫌がいい時に買ってもいいって相談するのがセオリーだと思います。ボタンを出すタイミング大事そこ、はい、っていう感じでこれまあねスタッフさんの例文ですから。続きまして26歳男性悪強め高志さん鬼滅スイッチを押すか押さないか。恥ずかしながら未だに鬼滅の刃見ていません。このタイミングで見るべきかそれとももう見ないのかどっちがいいのやら。どう思いますかこれ。いやでも我々はね鬼滅好きですから大好きですから、やっぱ押してほしいの一択じゃないですか、うん、押してほしいぜひとも、うんうん、なんかだから普段からアニメ見るかどうかにもよりますけど、うん、でもああいうそのさこう熱血系のアニメ熱血系というかさ、うん、一人の純粋な主人公をさ、うん、頑張ってる姿見るだけでなんか頑張れるじゃないですか。そうなのよ、うん泣けるんですよ、うんうんまあ、だから見ていいと思いますよ。見るべきです、うん、じゃあスイッチを押すで押すで押さないんかいも聞きたくなってるから。確かに。続きまして、はい恋する高校2年生さんが、うん17歳女性ですね。おい友達にお願いするスイッチを押すか押さずにこの恋はおしまいスイッチを押すか隣のクラスの男の子が気になってます、うん、でも一回も喋ったことがないので正直称賛はありません。これを友達に相談したところ私が LINE 聞いてあげると言われました。お断りしたんですが諦めきれない自分もいます。どうすればよいでしょうか。うんなるほど。やべえ連絡先も知らない。なんか恋愛ドラマとかさ、はい、少女漫画見すぎたせいか、うん、その LINE 繋いであげるよって言った女の子がその人と仲良くなっちゃう気しかせん
いや深読みしすぎやってないって大丈夫やってだったら勇気振り絞って自分で行こうって思っちゃう。俺一回も喋ったことないんで、うん、でもさ男の子いきなりさそういう風に言われて嬉しくないわけないじゃん。嬉しいねんけど、でもここまでおなんで奥手な子は多分それできないと思いますよ、なかなか。そっか、押してあげた方がいいんじゃないですか。で友達は同時にその子の背中を押してあげたらいいんじゃないですか。うまいこと言ってくる。ボタンも押して背中も押して、まあ、これは押すべきかな。押しましょうか、押しましょうか、うん、じゃあラスト、次ラストです。やさぐれディレクター、もう一人しかいませんね。30代女子です。もうリモート合コンのスイッチを押すべきか押さないべきか仕事からあまり出会いがないのですが、友達が見かねてリモート合コンやろうよと言ってくれました。でもリモート合コンって余計に緊張しちゃいそうです、うん、私はスイッチを押すべきなのでしょうか、押さないべきなのでしょうか。どうでしょうこれ。どうだろうな、うん、分からん。でもリモートってさ、もうしかも初対面の人とかなかなかさ、うん、人の内側まで分かんないじゃないですか、うん、僕あんまりおすすめしないです僕はね。だったらもうその、うん、いろいろ難しいと思うけど今、はい、その誰かのね、はい、お家でちゃんとこう環境を整えた上で安全にこう、まあ、合コンっていうかもう飲み会ですよね、やった方がいいですね。開いた方がいいんじゃないかなと思いますよ。じゃあこれはもう押さない、押さない、押さないあの自分で頑張れっつう話はい、ということでこんな感じでどんな些細な悩み事でも OK なので、はい、ね、送りやすいテーマだと思うので皆さんぜひチェックしてください、はい、ということで、はい、ここでじゃあもう時間なんでいきましょう。お待たせしました。ここで2月24日リリースのアルバムリブートから初書きの音源をお送りいたします。はい、もう気合しかない、あの聞けばわかるやばいやつ、うん、じゃあ聞いてください。ザランページフロムエグザイルトライブでシルバーレイン。いやーやばいですね、僕も聞きながら鳥肌立ちました。いやーやべえマジで。今日はここまでということで、はい、お送りした曲はザランページフロムエグザイルトライブでシルバーレインでした。ということでね、もうウィーケンドザランページお別れの時間でございます。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、ここでお知らせ、はい、ニューアルバムリブートが2月24日に発売です。はい、ぜひチェックしてください。そして番組から、はい、おさらいなんですけれども、先ほどのやる気 、スイッチ押すか押さないかのコーナーなんですけども、はい、ですね、おさらいすると〇〇というスイッチを押すべきか押さないべきか、はい、もしくは〇〇というスイッチを押すべきか押さずにしておくのかという、また別のスイッチを押すべきかと、はい、いう2択形式でメールを送ってきてください。で、僕らがジャッジするために詳細なども軽く書いてもらえると助かります、うん、受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です。メールの件名にはテーマと書いてください。はい、お願いします、はい、ということで先ほど流したシルバーレインの感想もですね、ツイッターでもハッシュタグ RMPG ね、楽曲のシルバーレインのハッシュタグもつけて感想をどしどしお待ちしてますので、そちらもぜひチェックしてください。まだね、はい、1番までしか流してないですけど、そうなんです、フルもかなりヤバいんで、ヤバいんですよ、シルバーレイン、あ、言いたい、まだまだ解禁することたくさんありますので、はい、皆さん引き続き2月24日発売のアルバムリブートぜひチェックしてください。お願いいたします。この後動画パートも、はい、見れる方は引き続きよろしくお願いします、うん、ということでウィーケンドザ・ランページ、ここまでお送りしたのはザ・ランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリークでした。皆様良い週末をお過ごしください、はい、また来週、また来週、バイバイ。